最初に金沢さんのパフォーマンスからそっからやろう。そんなの聞いてなかったんですけど、はい、どうぞ。まず最初に金沢さんのパフォーマンスをちょっとしばらくやってこられるのか。最後の方が良くない？遅れてくる人もいるのか。本人が最初に仕上げたい。ずっとやってていただいていいですよ。
岡本さん。今見えた方もいるんで、もうちょっとパフォーマンスしてもらった方がいいんじゃないの。最後にもう一度やっていただけますか。はい、いや終わってからもう一回やってます。終わってからやってます。トーク終わってからです。はい、失礼します。はい。はい、それじゃあ、はい、トークを始めたいと思います。司会は私。はい。じゃあ、司会、司会です。はい。最初だけ。はい。はい、私の恥ずかしい作品展、これは私が企画したんではございませんが、司会はやるということになっておりまして、室井恵里と申します。で、他私以外は全員出品作家さん、全員いらっしゃるわけではないんですけれども、それぞれあのお話を伺うときに自分の名前を言って喋っていただけたら、多分見てる方が分かりやすいかなと思いますんで、よろしくお願いします。で、どっから入ればいいんかなとちょっと考えたんですけど、私の恥ずかしい作品展の企画は作家のキャズの、まあ、あの主催者でもあって作家でもある笹岡さんなんですよね。で、最初にこの話は実は私のところにメールが来たんですよ。出品以外のあの皆さんにメールを出された、キャズに関係する作家さんに出されたんだと思う。別に私は作家じゃないんですけど、なんで来たんかなと思ったんですけど、ひょっとしたら評論家でも私の作詞恥ずかしい作品出せってことかと一生思った。それは何だろうと思ったんだけど、まあ無視しててスルーしてたんですけど、それからちょっとあの小杉プラス安藤店をやったりしてる時に彼にこういろいろ話を伺って、まあ、最初私が考えた、まあ、最初にその話を聞いてそのメールを見た時は、要するにまあキャズをやっておられるのはいわゆる画廊ではないですよね。ここはねアーティストランドスペースでやっておられるから、キャズでこれをやるっていうことは、結局その普通作家さんはあのまあアーティストになられて画廊で発表する場合は物を売るっていうことがある程度前提になりますよね。そういうこと関係なしに動く方もいらっしゃいますけど、でそういう中でそうじゃない作品を見せるってことなんだろうねって聞いたんですね。そしたらまあ彼は初めそうだって言った。でってことはまあ学生の時とか若書きの作品、要するにまあ、 あの売る売らないの訴状に乗る前の作品ってことを言ってんのかなと単純に思ったんですね。でそういうふうに思って投げたっていうふうに笹岡さんからも聞いてて、あなるほどと思ってた。ところが1回目の若手の作家、ここにちょっとちらほら何人か見えてる方もいるけれども、もう結構そういうもんではないものが出てきたらしいんですね。若い人からもね、私も見てないんですけれども、じゃあ私のその1回目のトークだけ私お聞きしてたんで、国谷くんが言ってたのがすごく面白かったけど、私の恥ずかしい作品と言われて何が恥ずかしいのかと、自分が恥ずかしいんだけども見てる人が何が恥ずかしいんかなと思うっていうのは、コンビニの中学生の話とかいろいろしてたんですよね。コンビニで中学生がビニ本読んでるのに彼らは恥ずかしいかもしれないけど、僕はそれ見てて恥ずかしくないとか思うやんみたいなところから、そういう普遍的な恥ずかしいっていうのは何事かって思うみたいなことを彼は言ってた。それとあとちょっと彼が言ってたことで私面白いなと思ったのは、あの例えばさあの作家さんの大回顧展なんかの時に、その作家はぶっ壊れて亡くなってたりすると、まあ、キュレーターが仕切るわけですけれども、その場合にこれは生きた作、もし作家が生きてたらこういう見せ方は恥ずかしいと違うかっていうことが多々あるっていう話を国谷君がしてて、これは私キュレーションの立場なのでそういうことしがちかもしれないと、作家は恥ずかしくても我々は恥ずかしいと思わずやってしまうってことがあるかなっていうことをちょっと感じたりして聞きました。で、あの実際のところちょっと長くなってしまうけど、私は見てとして考えるとですね、私が見せられて恥ずかしいものっていうのは買ってなかったんですよ。というかないんですね。で実際ここに伺ってこれが私の恥ずかしい作品ですと見せられても別に恥ずかしくは当然ないわけで、これはあの当たり前だけど作品として美術の空間に持ち込まれた以上なんだと全然恥ずかしくないんですね。で買ってその人がまあ、私が見た中でそれを人に言って人がひょっとして恥ずかしいと思うかなっていうのが1個だけあって、それは何かというと、まあ、名前は言わないですけど、
とある男性の有名な作家さんだったけど、ちゃんと画商さんでやってたんですけどね、ドローイング、毎日自分の正規を朝ドローイングで描いてる貼るんです。でそれを見せてたの。でそれを見せられてずっとこう彼と二人で、あそうですかって言いながら見てた。それひょっとしたら恥ずかしいかなとちょっと思ったけど、これは一般の人に、ひょっとして私の住んでるマンションなんかのおばさんなんかにその話したらどんな仕事してんのと思われそうだけれども、でも決してその時に私は恥ずかしいと思って見てはいないわけですね。真面目に見ちゃってるわけですよ。だからそのあたりとしては、実際のところこれは私は恥ずかしいかもしれんけど、私は恥ずかしくないっていうことだろうと思ったというところから、それぞれ作家さんがどう考えておられて、あの作品を出されたか、これまず笹岡さんから聞いた方がいいんですかね。企画今の話の流れからだと岡本さんからがいいかな。じゃあ岡本さんから。恥ずかしかったんですよ。私はそちらにある T シャツにシートベルトが付けてあるだけの作品です。で、このお話をいただいたときにですね、私自身が本当に何が恥ずかしいのかなってすごくやっぱり考えさせてもらうことができたんですけども、私自身は変な話ですけど、もう自分の正規も何回も作品にもしてますし、正規もしてますし、主人の姉もしてますし、結局一般の方が考える恥ずかしいところは出し尽くしてて、結局そこではないんやろなというのはすぐに思ったんですね。ですごく非常に悩んだんですけども、ただ、やっぱりでその、お誘いの文章のところで学生時代のどうのこうのってちょっと書いてあったんですね。だからまあそれはいや、お呼びの人がガーンでしょうね。だから決めてください。でそれで、だから僕は学生の時代のアイデアだったんです。ボツにしてた作品なんですね。でなんでボツにしたかっていうのは、そこが僕が恥ずかしいんじゃないかと自分で思いました。っていうのは、本当見てもらったらもうそのまま私の中ではもっと今の自分だったらもっと毒がないと作品ができないという気持ちもあるし、逆に毒がなくてももっと笑えるものだったら作品にするのになと、いろんな基準はあるんですけども、そのどれも実は満たしてなかったアイデアなんですね、それは。で、ただプランとしてあって、もう何十年もプランのまま流れてて、ただそのことと、あとは僕自身がよくシートベルトで捕まるんですね。シートベルトしないですか。しないことによって捕まるので。あれ嫌いなんですか。はい、私も嫌いですけど。非常に息苦しくて、逆に僕にとっては安全な運転ができづらいなとすごく思うことがあって、だからといってあれが、偽装しようというお誘いではなくて、自分が気持ちいいものとして作ってもいいんじゃないかなと思って、それで、ちょうど作品搬入のシーンはずっと YouTube に流してるんですけども、搬入そのものも作品になるので、あれただ来てくるだけなんですけど、で途中1回そういうシートベルトのチェックされてるとこもスルーできたので、あ、作品としても作品としても素晴らしいんやなと思ってだからごめんなさい、だらだら長くなりました。その辺です。はい、順番に言ってもらった方がいいですか。すいません。大野です。今のは恥ずかしいですよね。ペットボトルをお尻で引いてしまいました。この作品なんですけども、この話をお聞きしたときに、恥ずかしさについて真剣に考えてみたら、非常に私的な部分なんですよね。人に伝わらない。本当に恥ずかしいことってもう非常に個人的なことなんで、それはちょっと伝わらないだろうというのがまず、浮かびました。それでなんとか、こういうテーマでやる以上、誰にでも分かる恥ずかしさみたいなものもちょっと作品の中
に加えてやろうということで、プライベートな恥ずかしさと誰でも分かりやすいあの恥ずかしさ、2本立てでちょっと作品作ってみました。プライベートな面で言いますと、僕はあの材木に油絵の具をずっと塗り重ねるっていう仕事をしているんですけども、材木っていうのは、樹木から人間がこう、何かを作るために、一つの単位として、作った非常にニュートラルな状態なんですね。でそこへこう塗っていくっていう作業を普段はしてるんですけども、こういうあのウクレレものですよね、あの加工されたものっていうのは材木と違って意味が存在する。でそういうものに塗るのとニュートラルな材木に塗るのが全然あの意味が違って、でこういうものに塗るのは僕非常に恥ずかしいんですよね。何が恥ずかしいかっていうと、その意味と対応しながら塗るっていうのと、材木っていうものすごく原初的なあの、意識で塗るっていうのとも全然違ってて、特にこうウクレレ、僕楽器は全然苦手でやらないので全く自分の未知なものなんですよね。普段触らない、全く知識のないものに触るっていうのも非常に、恥ずかしい。そういうことがまず一つ、それプライベートな、恥ずかしさです。でもう一つあの恥ずかしさを設定したんですけども、これは作品価格ですよね。作品価格もあの一応画商がついて展覧会するようになると、あの基本的な価格っていうのはもう決まってしまうわけで、それはもう作家としては、あるいはギャラリーとしては死守するわけですよね。それを下げるっていうことはもうちょっと普通はありえないんですけども、今回、通常だったら8万円ぐらいで設定してるだろうなという作品なんですけども、9999円という、破格をつけてます。しかもこの安っぽい値札100均で探してきました。美術作品に値札つけるということは多分普通はないと思うんですけども、あえてこういう安っぽい値札をつけて、まあ恥ずかしさをちょっと表現してみました。ウクレレいくらなんですか？ウクレレは3500円ぐらいですよね。でまあ何て言うのかなと思ってこっちも用意してありまして普通例えば日用品でしたらね、8万円のものが9999円でもあっという間に売れると思うんですけども、これ最終日 の今日でもまだ売れてません。8万円が9999円で売れないとい こう恥ずかしさをこう今日は買い占めに来ようと思って、そこ買いといたらいいですよ。8万円が9999円、もしかしたら売れてしまうかなというちょっとドキドキもあったんですけども、まあ、一応これで画廊にも顔が立ちますし無事恥ずかしさを味わえたというオチでございます。はい、1円買ってあるの？1円はねこれいくらなんでもこのドローイングでも1万円以下で売ったことないのに、こういうものをもし売れた時のね、逃げ道で買った方は1万円払っていただくと、1円を売り払ってやる。はい、そうです。了解しました。すいません、中前さん。中前です。参考人はあのこの作品ですけども、これはねあのタイトルは放置というタイトルで、1995年に、まあ、この箱を作ったということなんですけども、ちょうど地震、阪神大震災にね、シティギャラリーでなんか手長やるんで、あの作品作ろうかなと思って作り出したんですけども、まあ、作品にならなくて、とりあえずシティギャラリーは行ったんですけどね、関空経由のホーバークラフトで、まあ、港も壊れてます。シティギャラリーって神戸にあったからね。そうですよ、今はあの大阪、行けなかったんですよ。大阪に、日本大阪に、ね、まあ、その剣だけ貼ってきたということで、結局、まあ、ベランダにずっと放置してたということで、今も、まあ、残ってたんで、まあ、その当時はなんか作れなかった。今はそんなに恥ずかしくないんですけどね。その当時は阪神淡路の後に作られた、阪神淡路の後にシティギャラリーで展覧会やるっていうので、まあ、まだもうビルがずっと崩れてる中で、あそこのビルだけは結構残ってたんで、ね、そうです。それでそこでやるっていうことだったんだけど、まあ、作品にならなかった。結局まあ自分のところもあの多少被災してますし、その、まあ、本、その地域出たりじゃないですか。結局まあ作品に
にできないような状態で、それでまあ行っただけで応じてたんですね。でそれをまあ引っ張り出してきて、今回は仕上げないでそのまま持ってみる、全くベランダにずっと放置したままです。で出てきたんで、まあ、ガラリも朽ち果てだけど、まあ、それほど朽ち果てじゃないんですけど、ベランダですから、まあ、雨だらし、ちょうど風化してきて、そうです。それでまあ、ちょうどいい機会なんで持ってきたということで、まあ、当時はやっぱ作品にならなかったっていう、まあ、ちょっと後ろめたい気持ちみたいなのがあったんで、気恥ずかしい、そんなに恥ずかしいって言うんじゃないけどね、そういうのがあります。それで、ここへ持ってきて、まあ、このタイトルをつけたんですけどね。参考価格があります。参考価格。すごいね。これは48億。参考価格48億で、オールさんが抽選900円。まあ、こういう対照的な、ね、値段なんですけど、まあ、この値段は、近代美術館の建てるっていう、まあ、国立国際の横のこの土地がありますね。そういう、まあ3月で期限切れますんで、あの値段ですか、その違約金の値段です。ちょっとまあ皮肉も込めて、大阪市民としてちょっと恥ずかしいと、しかも自分からやし、はい、なんかもうそれ商店先さんみたいに思うんです、そういうような感じですね。そしてさっき聞いてもいいですかね、こちらで、はい、富山から参加してくださっていますよね。はい、はい、すいません、これは大丈夫なんですか。あ、大丈夫じゃない、いいですか、はい、はいはい、すいません。あ、いえいえ、今日はちょっと富山の方から参加しております。時々こと電波の状況で、はい、声が切れてくなったりして、ちょっと会話がつながらないこともあるかもしれないんですけど、どうかよろしくお願いします。はじめまして。あ、はじめまして。あ、すいません、あ、います。作品がなんか表に出てきました。ガラスの作品です。はい、はい、そうです。実は私、富山の方でガラスの学校があって、そこでちょっとそういう、まあ、教えたりするような仕事をしながら、まあ、いろいろとガラスの作品とか、あるいは作品を作ってるものなんですけれども、今回、笹岡さんにお話をいただいた時に、恥ずかしいってなんだろうなってやっぱり自分でもかなり考えましたね。まあ、基本的にはでも、まあ、シンプルに人に知られたくないこととか、そういったことを知られちゃった時がやっぱり一番難しいのかなというふうに、うん、やっぱり思いましたね。それで、まあ、まあ、何か普通だったらこう、ね、隠しておきたいような、それこそ昔の作品であったりとか、あるいは昔、やっぱりどうしてもその今すぐこの瞬間恥ずかしいというよりも、後から思い出して、いや恥ずかしいな、あれはなかったことにしたいなということの方が圧倒的に多いんですね。なんで、まあ、それはその時その時の、その時は結構、ね、恥ずかしくないつもりでやってるんですけど、後から思うとすごく恥ずかしいっていう、僕の場合はかなり多くて、なんか僕の場合の恥ずかしさってやっぱりそういうところなのかなって、うん、思いましたね。で、まあ、今回の作品、今そこに出ているガラスの作品なんですけども、まあ、これは10年以上前にデザイン作って、まあ、今回改めて作り直したんですけれども、まあ、これはまあ、そこにいらっしゃる皆さんの作品のこの何でしょうかね、割とこう静かな感じのという方たちですけども、あまりこう、まあ、話を聞くとパート1の時は結構若い人たちがセクシャルなネタだったりするものが多かったって聞いたんですけども、まあ、パート2で割と渋い感じの作品の中で一人こういうのが並んでるのもちょっと気恥ずかしいなっていう気はで、これは何が恥ずかしいかっていうと、まあ、そうですね、これを作るときに、まあ、このおじさんがね、まあ、こういうのをモチーフにそういうのを作ってるっていうのを周りで見られてるっていうのがやっぱり非常にらしい。で、昔はそんなふうには思ってなかったんですけども、今回改めて作り直してみたりしてると、もう本当に恥ずかしかったです。できれば見られたくない、なかったことにしたいという気持ちがなぜかありましたね。で、まあ、これはですね、これ以外には、まあ、その
10年以上前ですけれども、日本でこういったあのガラスの製法を作り方が ある時期、まあ、流行って、まあ、それの流れがあのベネチアングラスの作り方なんですけれども、その技術習得に結構ガラスをやってる人たちみんなあのこう情熱を傾けた時期があるんですね、日本から。でそういった時に、一つのやっぱデザイン、まあ、イタリアンデザインと呼ばれるそのデザインの伝統の中で、作られる形、まあ、美しくもあるんですけれども、なんかそれにずっとこだわってなきゃいけないわけじゃないのに、みんなそこにとらわれてしまってるっていう、そういう印象を持ってたんですね、その時。で、まあ、ある時、そこから思いっきり離れたいっていうことで、まあ、その、なんでしょうね、ちょっと小生意気な、そんな時期に、あえて全然違うデザインを持って、作りたい。まあ、これはもともとその、実を言うと、伝統的な形の習得の中で、まあ、ちょっとね、失敗してしまったのが、たまたま、乳首に見えて、で、まあ、そこからどんどん発展していったようなものなんですけれども、まあ、そういう若い頃に考えてたちょっと小生意気なものもそこにはちょっと自分の中ではありましてですね、まあ、そういったあの昔を思い出して恥ずかしいというのが、まあ、私の中の今の恥ずかしさかなという気がしております。はい、これすごく基本的なこと聞きたいんですけど、あ、はい、3本だけ持ってる手のところの爪にちょうどマニキュアしてるみたいに見えるんですけど、これなんか意味あるんですか？それはそういうふうに見ていいんでしょうかね。まあ、そこの色が映り込んでいるんだとは思うんですけれども偶然じゃなくてそれは計算ですよね。そうですね、そういう形状になるとそういうふうにどうしても見えるんですね。はい、こうつまんでるようにという、うん、これ、はい、これが非常にいいですね。このポッていう感じが最初なんかそれについてるのかなと思ったら下にあるんだなということが分かるので、ああそうですか、うん、うん、まあ作家さんは恥ずかしくてもね、綺麗なと思うけどね。そう、ありがとうございます。そうですね。あとじゃあ どっちへ回りますか。笹岡さんを飛ばした方がいいですか。いや別に僕でそんな鳥じゃなくてじゃあ笹岡さんが一応企画者としての話と、それから、作品の話ですね。この作品は今の作品じゃないんですね。そうですね、ちょっとしばらく前の、2点出してるんですけど、フェルメールですか。まずは黒い方なんですけど、はい、あれまあ単に電球に黒く塗ってあるだけ で実は右側の、壁に面しているところにちっちゃく、丸く塗料を剥がして中のフィラメントが見えるような穴っていうか見えるようになってます。でこれ実は、電気をつけるとカメロブスクラの原理で、中のフィラメントが壁に移るんですが、熱が黒く塗ったことで熱が上がりすぎて10秒ぐらいで煙が上がってプッて切れちゃうんですね。ショートというか熱で切れちゃう、うん、で、まあ、そのカメラブスクラの作品をいかにこうシンプルに作るかっていうのをずっとそっちばっかり頭にいっていて、こういうことをすると熱が上がって切れちゃうよっていうことに気がつかなかった自分が恥ずかしいっていうか、長いことずっとこんなことやってるのに そういう初歩的なことに気がつかずに作ってしまったということが恥ずかしくて、で当然まあそれ壊れちゃったんで、捨ててもうお蔵入りしてたもんなんですけど、今回わざわざ再制作をしたというのもちょっと恥ずかしいかな。もっぺんつけて壊したんですか。いやあれはつけてないです。つけてないんで今つけて壊してみようか。コンセントつけれないようにコンセントがついてみたいな電気が繋がってないので、はい、作りました。で右側の、フェルメールなんですけども、それは作品と言っていいのかよくわからないんですけど、実はでそれはもう学校でちょっと教えてまして、で、パースペクティブの授業をやるときに、とりあえずその、フェルメールを参考に一点透視図法を教えようかなとちょっと思って、で絵を見せてるだけだと
面白くないんで、3D でとりあえずこう再現して、見せようかなと思って作り始めたんですね。で作り始めたんですけど、そこまで作ってこれで説明できることで大体3分から5分ぐらいのことで大体説明できちゃうんですよ。黒板で書いて見した方が早いよね。これのためにわざわざなんかこうプロジェクションしてなんか3分ぐらいで話が終わるとかなりちょっと恥ずかしいよなと思って授業ができない。授業がちょっとそれだけのためになんか見せるっていうのは何なんだっていうところで結局やめちゃって、お蔵入りしていました。結構10年ほど前に作ったんですけどじゃあ作品で作ったわけじゃないじゃないです。でずっとコンピューターの中にずっと眠っていたデータを掘り起こしてきて、で、まあ、一応今回はまあそのカメラオブスクラつながりということでセットでちょっと見せたいなと思ってああいう見せ方にしました。いやフェルメールお好きだって言ってなかったでしょ。フェルメール好きですね、はい、なので恥ずかしいと思ってそれが知られるのが恥ずかしいのかな。フェルメール好きなものちょっと恥ずかしい。フェルメール好きが知られるのが嫌っちゅうのかなと思って、ね、ミルクを注ぐ女とかちょっとしびれますねそぎはしてみたから、はい、じゃあその次に笑わない、金沢さんに行かないで塚本さんに行かない。塚本です。作品は頭の上にで最初その恥ずかしい作品 でそのメールの中に例えば自分のスタイルを作る前とかそれから学生時代のでまさにそれ両方かぶるというか、今現在割とインスタレーション的だったり映像を使ったりいろんなことをしていて、なんか感覚的なことをこう人間が忘れてるっていうか、普段いっぱいこう聞いたり見たりしたらいろんなこと感じてるのに、なんとなくそういうのをポッと忘れて出てきた情報にみんなこう追いついていくような、そういうのって残念だから。あ、こんにちは。謎の更新しちゃいます、ね。こんなことも起こったりします。スカイプだからでしょ。ダート喋ってるでしょ。なんでそういうのに気づく時の最初というか、割と初めの方に作った作品が、最初にここを、キャズに呼ばれて、で笹岡さんがなんか立体出して立体って言われて、パイプとプラントの時にこう2点出させていただいて、そのうちの1点がビジブルインビジブルという、同じ1フットスクエアですか、33センチ角の四角い箱が並んでる中にこう手を入れて、中に何かあるのかなと思うけど何もなくて、その中の空間の形をこうみんな想像するんです。そうすると見えてないけどみんな見てるという、そのに行く手前のこれビジブルインビジブルで、まさにこの場合はまだ目を使って見えないをしようとしていたのと、それから前からガラスとかやりたかったんですけど、たまたまそのあまり施設もなくて、でたまたまちょっと外国に行ってる時に自分の学校の近くにアーバングラスというのがありまして、でそこがこういろんなやり方を教えてくれるし、まあプロの工房であり有名作家さんのガラスの作品とかも作ってらしたので、でそこでまあ自分で行けばできるんだと思ってやりだした頃の、まさにまだ学生であって、うんうんうん、でやってて本当はもうちょっと自分では綺麗な形にしたいのにでききれていないとか、うんうんうん、それから最後こういろいろやってる時に失敗してしまったとかっていうのがあって、自分としては作品としては見せたことがなかったので、うんうん、でもちょうどいいかなと思って持ってきたんです、うんうん、ちゃんと言われた通りやってくださいその通りすなのが三田さんは引き田です。後ろの方にフリップブックを16冊ほど置いているんですが、実は学生の時の卒業制作になる予定だった映像になります。で、中身は実は人が手術をされていて、まあ、開いて閉じる、まあ、中で足を閉じるところまでなんですけども、実は僕が実際に撮影に行ってます。でなんでそういうことになったかっていうと、実は検体の、解剖を、まあ、見れるのって医大生と美
大生、あ、そうなんだ、そうそうそう、美大生も見れるんですね。で、美大生って言っても多分私学はダメなんだと思います、うんうん、国公立の美学解剖っていう多分重要だと思うんですけど、でもじゃあ見れるようにするにはどうしたらいいかなと思って、僕はまあ私学だったんで気合を入れて企画書を書いて、とりあえず学長まで行ったら、まあ、トップが判断をしてくれるだろうと思ったら、実は企画書気合入れすぎてて、学長がこれは検体の死んだ人ではなくて生きた人だと、で急に生きた人の手術すごいね、その手術に変わったんです。でそれで OK が出て、で実はその OK が出て撮影に行ったその日に、実はあの多分19年ぐらい前のことなのでほとんど忘れていると思うんですが、あの逸見正隆ってアナウンサーの人が手術をしているのを、あの津川雅彦さんが見られてたっていうのが報道されて、ちょうど僕どんがぶり でもうダイレクトに学長から電話がかかってきて、あれはお蔵入りにしろと、研究室厳重預かりっていう風になって、でもう急遽もう没収されることになったものなんですね。でまあそれからまあ奪還するっていうこともするんですよ、そうなんですけど、あのその奪還してからというよりかは、あの要は結構卒業制作だから、そのままだいたい研究室に置いとくもんですよ、はい、で、そうですよ。でそれをまたあの学長経由で、まあ、だから分取るんですけど、あの要はそこまで大変だったものに対していざ手元に来た時に、要はマスターテープなので、うん、どういうふうにしていいのかっていうのがあのできなくなった。要は素材がすごすぎて、焼くこともできず煮ることもできずっていう風な状態で、もう自分自身にはもう手に負えない状態でも、なんとかなるだろうっていうのが多分残ってる作品だと思うんですね。現物とか本当に恥ずかしい作品っていうのは、まあ大半の人は隠滅をしてるはずです。うん、そうでしょう ね絶対に残しておくっていうことは多分結構できないと思うので、で僕自身はそれをずっとあのなんとかできないだろうかと思って、一回試みてまたダメで、再びまた試みたのが19年目なんですけど、でも結局はあの、まあ、当時の約束でバッチリ見せてはいけない、うん、でとりあえずあの生きてる人なので、まあ、人権も個人情報とか存在をしていると、で必要以上なものが映るとどこでやったかっていうのが分かるからダメっていうふうになってたので、うん、でその辺を隠しながらってやっていくと、まあ、使えるところっていうのがだんだんなくなってきてて、要はあの、まあ、去年から話題になっているユッケみたいな感じでそぎ落としていったら、まあこれぐらいになっていくみたいな状況 で何が恥ずかしいかってなった時に、結局、まあ、物がすごすぎて何もできない、自分も恥ずかしいんですけれども、あのやはり何かこう作品に、まあ生まれ変わらすためにはやっぱり社会性っていうのが入らないとダメで、でもやるごとにあれすごいねとか、あれはどんな手術なのとか全然関係ない質問ばっかり来て、作品のことに関する質問はほぼゼロどんな匂いとか何分ぐらいの手術とか、なんかそんなんばっかりだったので、まあもう完全に僕の存在がなくなってしまう、何をやってもない状態だったので、これはもう恥ずかしいのかどうかっていうところ以前にあのどう言ったらいいんですかね、あの笹岡さんとあの金曜日にランチミーティングをしてる時に出てくるのが恥ずかしいっていうか、困った作品じゃないのっていう、なるほど、ね、で困ってどうしようっていう風な、まあ、状況のものであります。まあでも困って恥ずかしいっていうのもありますよね、はい、困ったことが恥ずかしいっていうのも、はい、なるほど。金沢さんは、はい、その今さっきパフォーマンス終わりましたけど、はい、パフォーマンスのすぐ後の方が良かったかもしれないですけど、恥ずかしそうな顔してたから終わった直後いつもなんか結構パフォーマンスの直後って恥ずかしそうな顔しませんか？いや、なんとなくそうですね、これはあのこの下のこの部分は、まあ、上の砂とかいろいろ置いたり、紙に置いたりしてますけど、その
上の部分っていうのはもともとこうパフォーマンスの一番初めにやりました音を楽しんでた作品ですね。でそれで音聞いて皆さんびっくりしたと思うんですけども音を楽しむ作品として作りました。でその後こう物理現象でこういう振動するこう面状の物体ですね、ここに砂を巻くとある模様が現れるというそういう物理現象があって、それ実はグラドイン図形というんですよね。それでこの今砂が集まっているこの部分というのは実は振動の動いてないというそういう、 こう物理現象が視覚的になって現れるというそういうこうことが粉をまくと視覚的に見ることができる。で実はでこの紙人形は何だというとこれ実はこれをモチーフに振動する鉄板と鉄板をモチーフに実は関西の作家の今村はじめっていう彫刻家とコラボレーションして映像を作ったことなんですけど、その時この紙人形は今村さんが作ってもらって、これはとっても可愛かったので、今回使ったという。それで実は展覧会でよくこのクラドイン図形をこう展示して、しかもそれだけじゃわからないので、皆さんの前で今回でパフォーマンスを僕は見せるっていうふうにしてるんですね。でその初めのお客さんのこうちょっとこう受けを狙って初めに紙人形を受けるんですよ。そうすると笑いがちょっと取れるんで、それでこっちも何となくやる気が出てくるというか、それで実はこれ一番恥ずかしいのはこの砂なんですよ。砂でこの模様を出すパフォーマンス、実はすごいことやってるんだけど実はすごい恥ずかしい。なぜならこれ物理現象を見せてるだけだっていうのがあって、これはじゃあ美術という作品と言えるんだろうかっていうのが一つ、それは常にあって、だからやっぱりパフォーマンス終わった後になんかお客さんが拍手されてるのなんだけど自分にはどっかこう恥ずかしさが残るっていうのはあるんですけども、とりあえず今言ったようにこれは一体作品なんだろうかっていう自分の中にあるんですね。その割にはこう出ながらというお客さんの受けが一番いいすごい矛盾してる、だからそこら辺が一番悩むことですよね。でなんかさっき私ちらっと見せていただいたんですけど、偶然科学と実験だっけ、はい、学研の、はい、YouTube に勝手に上げられたら相当なヒット数が、そうですね、ヒットされてて、誰かこのビデオクラウドインズケを送ってるとこの映像を YouTube に誰かが受けたらしいんですけど、そしたら56万件のアクセスがあって、というようにこう自分の知らないところでなんかどんどんこれが広がっていってしまう。その割には自分はこうなんか常にこう物理の実験みたいなことをやってるっていう、ね、その辺の矛盾がちょっと僕にとっては実は恥ずかしいんだけども嬉しいというか、うん、それがで片方で僕はこういうものと同時に基本的な、それは極めてオーソドックス、真面目な真面目な基本的な基本的な作品、構成的な作品を作ってるんですね。そういうのやってるとね、なんかどっかでね、こういうことやっちゃいかん、こういうことやっちゃいかんっていうこう制限みたいなのを自分の中で作り始めるんだよね。それは僕の友達は結構真面目な彫刻家が多くて、いわゆる真面目な彫刻家っていうか、彫刻はこうでなきゃいけないとか、技術はこうでなきゃいけないっていう、そういうことがあったり、ところがこっち来た途端にそれが急になくなってしまうんですね。だから僕の中では実は恥ずかしさもあるんだけども、なんかこう逆にそういう自分をどんどん解放していってくれるような作品でもある。なんか恥ずかしいっていうのは実はすごく見せたいことでもあるような気がする、実は、ね、そんな感じでしょうか。はい、関東の真面目な彫刻家の話だったので、マジで関西の真面目な彫刻家川端さん、ちょっと川端さんすいません、川端さん出品作家なのにそっちにいるっていうのがどうしてなんだろう、ひょっとして恥ずかしいからなんですか、そうですか、お久しぶりです川端さんは
その作品です。前に来て喋っていただいた方が多分いいと思うんです。そこへ焦点の方向にもないが、そんなで関西の関西の真面目な真面目じゃなくて真面目な初めて15年前に、初めて、新婚旅行以来海外へ行った時に明朝展覧会するという目的で行ったんですけど、その時に全然別のプランで展覧会したと。で、通常は大体こういうことをしようって割にはっきり決めて、それで会の中でイメージし直して実際に準備してやっていくっていう作り方なんですけど、たまたま初めて行って画材屋とか、まあ、なんかいろいろ街を見てて、まあ、いわゆる普通の江南日本というそういうところ行って、まあ、最低限見てたらやっぱりちょっと違うなと思って楽しいと、うん、で紙とか両面テープとか、まあ、サシとか通常のカッターナイフとかいろいろ使う鉛筆とかを買って、まあ、部屋に戻って、まあ、何か作ろうかと。で、まあまあ、いわゆるパネルみたいなのを作って、買えるためのわざわざ梱包する箱を作ったり、まあ、こういう紙で別に作品というよりも何か作りたいな、まあ、テープはどのぐらい作るかなとか、うん、そういう中で、まあ、自分の中では珍しく材料が前にあってリアルこう作ったみたいな。どういう感じですか。であんまりそういうものを、発表とかしないの で機会もないし、まあ自分の中で恥ずかしいと思ってたんですけど、先ほど言われたようにと思いつつやっぱり気になるから、ずっとそのきれいに自分の中で箱の中に残してるんですね。それはまあ意外と好きなのかなとか思ったりしつつ、まあひょっとしたら日記的な感じのところも素直にあるのかなと思いつつ、まあなんか年月をそれなりに気にしてるような自分では雰囲気なんですけど、まあ外国の文房具を初めて使って日本の性能と日本の性能を試した作品です。ハード型ですか、やっぱ。なわけで、あれは向こうの僕の作り方というより向こうのやっぱり材料が良くないので、いや最初はちゃんと引っ付いてたんですけど、だんだんもうて、まあ、剥がれてきてるだけです、ね、たまたまあの形になる。いや最初はきちっと作ったつもりなんですけど、うーん、性能じゃないとは思うんですけど、性能、いやもう10なんでずっと立ってるので、多分普通に空気入って剥がれてきてるのかな。いや、なんか全然イメージが違ったんで、川端さんの普段の作品っていうか知ってる作品とイメージが全く違うので、すごいな。さすがなんかとりあえず恥ずかしいものっていうことなんで。あとは、ここにおいでにならない人の作品についてです。やっぱこれ企画者だから笹岡さんから紹介しておいてもらった方がいいと思う。映んないから分かりにくいと思う。僕もあまりよく分かってないですけど。恥ずかしくない。その、ポスターが、藤木雅紀さんですね。藤木さんはもともと北海道でずっと活躍されてた作家で、今は、岡山に、住んでらっしゃるんですけれども、その北海道、多分旭川に住んでらっしゃった時に、札幌で、個展をなさって、でその時にや、その、まあ、その時その頃ですね、やったパフォーマンスの写真をポスターに使って、作ってたという自分がなさったパフォーマンス、はい、ご自分のパフォーマンスです。このパフォーマンスの話を聞いたか聞いてないかちょっと覚えてないんですけど、ひょっとするとそのパフォーマンスの後捕まってる可能性はあります。で恥ずかしかったか、はい、本当に多分あそこデパートがあって、うん、こっち側が大通公園で、本当に札幌の繁華街の、うん、ど真ん中でああいうパフォーマンスを、うん、81年でしたっけ、してらっしゃるしてらっしゃったということで、まあ
まあ、本人は多分それがストレートに恥ずかしいと思ってます、うん、でその右側の、白いハートの、まあ今井のりおさんの作品なんですけども、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、舞台美術協会に、若い頃から出してで舞台美術協会のに、入られた頃の、作品のスタイルと割と似たような、スタイルの今回の作品なんですけれども、普段はあのキャンバスの中に入れるものというのは割とこう、中がこう何かわからないようなものをいつも、入れてらっしゃるんですよね。でこれもあのもう見るからにハートってあのなんかこう漫画のこう心臓がドンドンとこう出てくるみたいなようなものなんですが、でこれは割と近作でそれほど昔の作品じゃないんですけれども、この今井さんの他の作品から比べるとちょっとテイストが違うんで、発表してなかったものらしいんです。で、今回まあ年越えてな、こんなの絵も恥ずかしいなって言ってるんですけど、ちょっと恥ずかしいからこんな感じで多分ちょっと古典のことであると言うと忙しいのかなと思うんですけど、で今バレンタインも近いしなって言ってなるほど。で、そこは、富永紀行さんの作品の手の、はい、手の方多分ガラスか水晶かわかんないですけども、中に写ってるのがご本人なんです。多分結構若い時のご自分だと思うんですけど、で、まあ、これちょっとお話聞いてないんでわかんないんですけど、多分、こうやって誰かに持ってもらった写真を撮った時にこっち側に多分ご本人写ってるんだと思うんですよね。写ってるんで、写ってる部分を全部こう塗り足して白で塗り込めて玉の中に自分がいるっていうような形で作ってると思うんですけど、まあなんでこんなことを考えてこの作品作ってたか、野郎系の作品だと思います。普段は書を、使った現代美術の作品を書道の書ですね、やってらっしゃって、ご本人も、書家でいらっしゃって、名古屋の有名な市長の方の選挙ポスターの字とかも書いてたりするような、名古屋で書家の人を組んでいる方なんですけども、そういう人が、はい、そういう人がこういうのを書いたということで、まあ、恥ずかしいのかなというところだと思います。で、その隣の、写真なんですけど、中野斎俊弘さんなんですけれども、中野斎さんは、東京の、関東の作家なんですが、普段、キャッツなんかで、発表したような作品ですと、やはりこう紙に、誰かの顔を、日焼けで火で焼き付けて で黄変させたような形のものを、作ってて、まあ、紙に紫外線で焼いて色を変えてやってるんで、大抵は、まあ、ずっとこうあ持ってるとなくなっちゃうようなものなんですね。でこれはご自身のすねに、日焼けで自分の顔をセルフポートレートを焼き付けたというような作品です。まあ作品がどうのこうのというのもありますけども、多分そのご自身が作ってらっしゃるようなそれを制作しているところをちょっと想像すると、うん、割と恥ずかしいのかなというようなところです。熱くなるかな、はい。で見えなくて後ろ側のところに動画のゆうじさんのアルバムがあるんですが、はい、ちょっとなかなか僕の口でどう恥ずかしいのか説明するのがすごく説明しにくいんで、これはまあ実際にご自身がなんか恥ずかしさについてこうメモ書きみたいなのが挟んであるので、後からこれ終わってから皆さんちょっとご覧になればいいかなというふうに思っています。そんだけですよね、飛ばしてないですね、はい。それとあとその前半私拝見してないんで分かんないんですけど、はい、前半の若手と若手じゃないっていう言い方をすると申し訳ないんですけど一応その違いみたいなものをどう感じられます？ですね、まあ前半に話したこととちょっとかぶってくるんで2回
聞いた人はごめんなさいなんですが、まあ、そもそもあのこの展覧会はもうちょっとなんか単純なスケベ心で思いついてやろうと思ったんです。で前期に出していただいた例えば豊島靖子さんっていうあの非常にあのコンセプチュアルアートで有名な作家さんがいらっしゃるんですけども、彼女はまあ作家がいらっしゃるんですが、すいません恥ずかしかった。ギャラリーのおっさんみたいな。あの作品を作ってる時一緒に知ってたんですけど。で、まあ、彼女は東京芸大の湯河出身なんですね。で、まあ、昔まあ、仲間内でこうちょっと飲んでる時に、豊島さんとかって絶対その絵がうまいはずだよねって当然。ちょっとなんか豊島さんの油絵とかって見たくないとかっていう話でここ盛り上がっていて、うんうん、要するに湯河出身だけども豊島さんは絵は描いてないから、うん、普段ね発表される作品は全然レシートとかほとんど自分のなんかこう作ってない、ね、作ってるような作品では少ないんですよね、でもうちょっとなんかこう手技が見たいというようなところで、で金沢さんなんかにお声かけたのも割とちょっとそういう感じがあったり、うん、もともとそのひょっとして絵が上手いかなと思ったんですか、まあ、こうアカデミックな、いわゆるこうアカデミックな表現っていうものを、まあ、美術大学行った人っていうのは、まあ、一応皆さん訓練されていて、 でもまあ、そういうものっていうのはあるところから、ね、見えないような、うん、具体的には見えないような表現形式で今の現代美術やってる人たちやってるわけですよね。でちょっとなんかそこのところがこう見えるようなものっていうのを見たいよねっていうところが、うん、まあ、単にこう酔っ払い同士で喋っていて、でもまあちょっとそれ出してくれないよねみたいな、うん、言ったところで、うん、っていうところでずっとお蔵入りしてたんですよ、うん、で結構もう10年ぐらい前のネタだったんですけども、である時なんかまたそういう話を、飲みながら、していたら、その時は多分結構、ここにこう出してくださってる作家さんが何人かいたと思うんだけど、俺面白いじゃん、やろうやろうよみたいな話になっちゃったんですね。で、じゃあやろうかっていうところで、まあ、テーマがテーマなんで、なんかこう、じゃあこれ、ぜひなんか金沢、今回は金沢さんと引田さんととか、何人かでってちょっと言えないようなテーマなんで、じゃあそのうちに関わってきて、協力していただいた作家さんとりあえずみんなにバッとこう声かけようよ、うん、で声かけて多分 5,6 人ぐらい帰ってくるといい感じだ、うん、なんじゃないの、うん、っていうところでやってみたところ、みんな出したい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 って帰ってきて、出したくなかった人もいるけど、はい、いや出したくなかった人いない、安藤小杉が出さなかったから、ああ、まあ、もちろん全員が全員ではないですが、僕は恥ずかしい作品なんて作ってないって思ってたけど、飲みながらあまり言うと怒ります。7、8割方の作家さんが出したいっていうふうに帰ってきてしまいまして、うわっちゃと。でこれは本当に、キャズ創立以来一番、でかいグループ展になってしまう。それがちょっと恥ずかしい。それも恥ずかしいんですけど、こんだけ大きなグループ展したのは初めてなんです。で、このスペースで当然並ばないんで、で実はもっと大きな会場借りてやろうかって話もあったんですが、それはその逆の恥ずかしさがちょっと出てくるんで、それだと違うよねという話で、じゃあしょうがないから2期に、分けてやろうと。一応若者となる、ね、そうですね。で、まあ、どういう順番にするかっていうので、まあ、年齢でざっくり切らしていただいて、一応だいたい44、5歳ぐらいのところでズバッと切る。豊島さんも大変ませて多少作家の都合で、前に入ったり、うん、その辺の防弾とかで前に入ったり後ろに入ったりっていうのがあるんですけども、だいたい44、5歳ぐらいのところで前期後期、結局でお目当ての豊島さんのその湯河は出てこなかったんですね。全然出てきてないですね。残念でしたね、はい、そうか、うん、で割とそうですね、素直に出してくれたのは飯田吉野さんとかは割とこう素直に、学生の頃の受験生時代の油絵とかのポロッと塚本さんもそうですね。塚本さんもそうですね。川端さんもそうですね。あ、さあちょっと違う。ちょっと違うけど、その今の。まあそう、まあでも素直な感じがするけど。まあ本坊さんもそういう感じ。本坊さんもそうですね。素直か。再制作だからあんまり素直じゃないかもしれない。わざわざ再制作されたっていうのがすごいなっていう感じです。おどけしてるから。ピッ。
思い出して再制作するというのがすごいなという感じがします。映ってますよね。お何かあります。あ、いやすいません、途切れ途切れになっちゃって、すいません。そうですね、あの、まあ、いろいろお話聞いてて、うん、僕さっきできればなかったことにしたいっていうのが恥ずかしさかなって思ったりもしてたんですけども、まあ、ひょっとしたらその、わざわざというかね、こう再制作するっていうことも考えてみると見せたくないけど見られたいみたいな、それを一言で言うと恥ずかしいっていう言い方なのかなみたいなところもちょっと思ったりしております。はい。いや、力が入ってますよね。そうですね、十分に恥ずかしさを楽しんだ感じですね。あ、今井さんが、なんかもう一通り話終わっちゃったんですけど、今井さんせっかく見えたんで、なんかぜひ。作家の今井のりおさんが今見えましたので、おい締めてもらおう。もうどういう話されて、いや、ちょっと説明は笹子さんがしたんですが、やっぱり本人がいらしたんで、はい、なんか一応ご本人からあの作品の説明、ああ作品の説明ね、はい、いや何が恥ずかしいかって言うんでいい。ああ、なんか、いや、あの今回実は恥ずかしい、私の恥ずかしい作品っていうんですか、なんかこれほどちょっと悩んだ展覧会のもねちょっとなかったんですけれども、まあ、よく考えたら恥ずかしい作品は、すぐにもう潰してしまうのでね。で、まあ、恥ずかしい作品ってないなと思ってたんですね。で、まあ、ちょっと、その後いろいろちょっと探してたら、昔70年代頃に作った作品があって、でなぜか発表せずにそのまま置いてあったんですね。でやっぱりなんかちょっとこう、その当時恥ずかしかったのかなというような、まあ、感じがしましたですね。で、まあ、それはもうほぼできてたんですけれども、発表 しないで置いた作品を、まあ、一点、まあ、完成させて出してみようかなとこう今思ってたんですけども、まあ、だんだんその恥ずかしくなくなってきてですね。なんでこれ恥ずかしいんやろなというかね、たまたま発表し、しそびれたものになったんですけれども、で、まあ、困ったなと思ってたんですけれども、まあ、そのうちにまたなんかこの作品がちょっと ありましてですね、まあ、3年ほど前に記憶の陰影というシリーズで、まあ、中にいろんな既製品とか工業製品とかですね、そういう量産品を中に入れて、まあ、その大きさに合わせたサイズで布を貼って覆い隠すという作品なんですけど、まあ、それですからこれは単に、まあ、お菓子が入ってた容器なんですね。で、まあ、プラスチックの、作られたものでパッと開くようになってまして、まあ、中にバレンタインのねチョコレートの小さいのがいっぱい入ってる、まあ、そういうものだったんですね。で、まあ、これも、まあ、一つの容器として作ったんですけど、やっぱりハートのイメージですかね、そういうシンボリックなイメージが強すぎて、でこれでなんかこのシリーズ100点を作ったんですけれども、結局はこれはなんかちょっと他の作品とそぐわないにしてですね、で、まあ、ちょっと出さないで、でも、まあ、潰すにはどうなのかなということで置いてあったものですね。まあ、それを思い出して今回出品させていただきました。出した恥ずかしいですか。まあ、恥ずかしいのもちょっとまあ、あんまり、まあ、僕のイメージとちょっと、ね、合わない僕のイメージとは合わない。なんで今井がハードやな。確かにそれありますよね。えって思いますよね。今までどういうなんか話、大体そういう感じなんですか。自作について。自作について、大体そういう感じでちょうど終わったところで入ってみたので、いやこれ結構難しいなと思って、私のだから最初に言ったように私の恥ずかしいものを見せられて恥ずかしいと思うかどうか全く恥ずかしくないんだろうと、前提としてね、私はね。でもまあその
今こうやってみんなにお聞きしますと、一人一人の話を聞くと恥ずかしかったりするわけですね。そう思いませんか皆さん。なんとなくこれただ見ただけだったら恥ずかしくないのに、みんながなんかこれについて恥ずかしいのは何っていうことを述べてくれた後に見るとすごく恥ずかしくなったりするっていう、ここに味噌があるのかなっていう感じはちょっとしますね、見てとしては。で、それとあと金沢さんがおっしゃっていたクラウド犬漬けっていうものをしちゃう自分ですか、してそのハマってるというか、ハマってるかどうか分かんないけれども、そこにそのなんか開放感がある自分というものが恥ずかしいとかいうところも、なるほどなと。それはなんかずっと10年ぐらい前から言っておられたけども、でもずっと続けておられるところなのかなというところとか、そのあたりはすごく面白かったです。で、あとやっぱりこれはその基本的に作家さん同士の中でいろいろこう、どういうんでしょうね、私の願いとしてはですよ、例えばあの金沢かなんかで大人が集まって人形さんのからくりをパッと後ろにひっくり返すとなんかが見えるっていうお遊びをするじゃないですか、うん、大人がそういう感じの、別にエロチックなものとかそういうことではなくてもいいんだけど、そういうものをなんか皆さんこの作家さんで何だったらもう一回話し合っていただいてですね5年後ぐらいにまだキャスがあれば、5年後ぐらいでみんなで何が恥ずかしいかっていうのをですね、練ってもらって集まってもらうと。でもこれもう何も言わないで、候補もしないでそっとやってて、でふっと見れるとか、そういう展覧会に仕上げていただくと、非常にちょっとキュレーターとしてはそういう欲望がありますけどね、まだやれと言ってるわけじゃないけど、じゃあその5年後ぐらいに私が全然誰にも何も知らせずにこのメンバーがよってふっとなんかこうやると、こう今このスタート点があって共同で何かこう練り上げてみると意外と面白いかもしれないというふうにちょっと感じてます。今回この展覧会企画したのは僕なんですけど、面白かったのか面白くなかったのかよくわからないですね。面白かったことは面白かったんですけど、そのなんとなくこう自分の中でこう思っていたその恥ずかしさっていうのがなんとなくあって、でやってみると見事にそれが裏切られて、何に恥ずかしないやんみたいなところで結構お客さんも結構恥ずかしさを期待してここ入った途端に何か肩透かしを食らって、何かっこええ展覧会してんのみたいな何シュッとしてるやんみたいなところで、割となんかね、大人組はシュッとしてるかもしれない、割となんかこうちょっとこう不満げな顔をされて帰ってくる方が多かったんですね。でこれはまずいなと思って、一つ一つ作品の説明とかをするんですけれども、普段あんまり僕は、この展覧会の説明は作品の説明しないんですよ、まあ、基本的には自分で考えてくれっていう立場なんで、でも今回は割と丁寧に、なぜこれが恥ずかしいのかっていうのを結構一つ一つこう説明して、でというそんなことしたってなんか今回初めてなんですね。割となんか親切な笹岡さんだったんですけど今回はでそれもちょっと僕の中では意外で、僕の中では一つ その今回の展覧会やったことで結論めいたことはあるんですけれども、逆に言えばまあその、恥ずかしさの難しさっていうものをすごくその知らされたというか展覧会ではありました。いろいろ事故がありますしね、恥ずかしいにも、それはそうでしょうね。あんまり話し合うとか結論みたいな話、別にどれが恥ずかしいかという結論を持ってくる必要はないと思うんで、だから5年ぐらい先にそばにやると恥ずかしいから見せないでおくとぐらいの気持ちで練ってもらえば面白いかもっていう。恥ずかしい作品は発表しないですよね、普通はね。そしたらね、そういうものは大体壊してしまうか、人に見せないで、今ちょっと考えてたんだけど、一番僕恥ずかしいのはね、自分を作ってるとこ見られるのが恥ずかしいですね。あ、それは前半にも出てましたね。出てました、なんかね、とんでもないことやってるんで、さっき佐賀さんにしてみたいとかね、
かそういうプロセスを見られるのはすごい恥ずかしい気がしますね。できた作品っていうのは意外と、さっき言ったら恥ずかしいのは出さないし、当然ね、あと先ほども言いましたが、なんか恥ずかしさっていうのは、まあ、うまくいけば、うまくいけばっていうことなんですけど、まあ、自分の持ってるさっきも言ったけど真面目な彫刻家としてはこうしないとか、こう自分 の中のこう固定、決め事みたいな固定観念っていうか、これはこうあらざる、こうなきゃいけないっていう、そうじゃないものから外れたものっていうの、ということは実はそこにもしかしたらうまくいけば可能性が見えるかもしれないということだよね。なんか僕はちょっとそういう気もしてるんですけどね。うまくいけば可能性があるかもしれないと思う自分が、うまくいけばっていうか、よく解釈すれば可能性なのかもしれないっていうね。自分がこうでないなきゃいけないと思うから外れたら恥ずかしいわけでしょ、ね、それっていうのはある意味で美術、まあ、特に現代美術という世界の中ではどっちかというとそういうものがどんどん抜けていくのがあるしさ、要するに恥ずかしい作品はありえないっていうところですね、だから、だと思うんですけどね、岡本さんなんかありますかそれでなんか意見前で今ちょうど大学でもこの3月で退任するんですけれども、学生と同い年ぐらいの舞台時代のね、作品を出してるんですけど、まあ、舞台的によく言われたのが、まあ、人の真似をするなというね、吉岡さんは言ってたんですけれども、まあ、入った僕当時、元永、ね、これ去年亡くなった元永貞松さんがね、ある時に恥ずかしい作品を作らなあかんねえとか、いろんなことをね、まあ、自分に言うように言うてはったんですけどね。恥ずかしい作品がないやろうと、結局今までの作品評価されてる、あるいは認められてる、決まったんですかね、なんかある程度作品はこんなもんやという。でもそれから外れた作品、やっぱり今まで見たことないものということになるかと思うんですけれども、それは本当に新しいものを出すのはかなりやっぱり勇気がいるというか恥ずかしい、もう一歩積み込んでいくということですね。まあ、そういう意味で恥ずかしくない作品はもうある程度認知されたとかですね、自分でも解決済みの問題ですかね、そういうものだと思うんですね。結果だっていうことですね、作家にとって。どうかなと思いながら、まあ、恥ずかしさを忍んで出すぐらいのやっぱり作品のが今回ちょっと恥ずかしい感じで、ね、まだまだ修行足らんなあれにピンク塗ったってハートがいっぱい飛んでたから僕はゴムもないあれはまだ最優秀ですよね、今井先生の、ね、完全に勧誘だとなるほどね、でもそれは金沢さんの話につながりますね。そうです、もう一歩突っ込んでいくっていうところですね、そこのところ。金田さんが思った通りになれてるって、まさにそのやりだしてた時にこういう自分でこういう形にしたいっていうのがありながら、実はちゃんと自分の思うようにきちんとなってないからちょっと自分では嫌っていう部分でも見せないでいたっていうところのその恥ずかしいっていうのすごいよくわかるし、今これそうなんですけども、あとなんかこうやって作品っていうのは一応最終的に自分で納得したところっていうか、もうあと接点でこう例えばそれを展示してしまうと、それはもう誰がどう見るかなんで、そこで横でいちいちこれはねって説明するのはもう恥ずかしくて絶対できないじゃないですか、ね、だけど例えば私昔からちょっと子供の時からこういろんなダンスをしてたんですね。で、まあ、日舞なんて最初子供の時はもう親の言われるままで、そういう日舞とかやらされてると肩を真似をする、でそれが綺麗にできるのがいいっていう形で、自分の表現するとこって
あんましない、ないですね。でだんだんこうバレエとかコンテンポラリーとかやると、うん、こうその幅がどんどん広がってくるんだけど、うん、でも舞台立つまでの間ってすごい恥ずかしいわけじゃないですか、うん、ある意味これでいいんやろうかこれでいいんやろうか、うん、でもそれやる時って1回しかないし、うん、もうその時に恥ずかしいとかなんとか言ってられないけども、うん、まだ恥ずかしいけど今日はこれをしなければいけないっていうその決断とでいくとそこのまあチャンスオペレーション的なところと、うん、その最後でここでもうこれで今日のこの私の展示はこれで一応誰が来てもこれっていうののまあだいぶ距離があるような気がするけどある意味すごく似てるなと思ってだからその決められるところの恥ずかしい恥ずかしくないっていう、まあ、線ではないですけどもそれっていうのをこうまあここへパッと来た人にはなかなか見えづらいけどもそういうのをみんな作家さんが持ってきはったかなと思うんですけど。際どい線みたいな、うんうん、ひょっとしたらそこでみんながあ誰でもがこうなんか知らないけど大体はこう、うん、これをしたいのかなっていう部分と違うっていう部分っていうのがまあそういう意味では逆に言ったら常に恥ずかしいっていうことだと思うんですよね常に何かが自分さらけ出すことですからねでまあ、我々も現代美術見るコードというものを持って見るから恥ずかしいものを見てても常に恥ずかしくないと思い聞かせてるのかもわからないですね、うん、ひょっとしたら、うん、それは可能性ありますよねで見方をちょっと変えてみると何でもかんでも恥ずかしかったりするかもしれないこれから見に行かれへんかったりするとかそうなってきたりしていやでもなんかちょっとそういう話をずっと詰めていくと結構面白いかもしれないですよこれはだから別に必ずしも自分の何かを見せることが恥ずかしいとかってことでもないし常に自分を見せてるとも言えるし作家さんはねでそのじゃないっていうふうに聞いた安藤さんだって基本的に社会的な作品作ってるけどなんかやっぱあるんですよねその絶対恥ずかしいもんにしないという覚悟でやってるっていうことを言ってるわけだから結果としては同じことなんだと思うだからそのあたりはいろいろ可能性がそこにあるのかもしれないですね私のを撮るかみんなの恥ずかしいにしたらどうなるかとかまあいろいろこれは考えられるんじゃないのかなと思いますんであとすいませんがもう一回恥ずかしいことしてもらえますか金沢さんせっかくだその前にちょっと質問受けてから質問を受けた方がいいか、はい、なんかありますでしょうか会場から質問ないですか大丈夫ですか大丈夫ですかあじゃあお願いしますはい、まあ、ちょっと質問するのも恥ずかしいみんな恥ずかしい司会してるのも恥ずかしいみんな言い出しますからまあちょっと、いろいろとお話を聞いてで、まあ、僕もこの展覧会のタイトルというか、恥ずかしい、まあ、ことについてということで、で、まあ、まあ、いろいろ考えたんですけれども、もうちょっとさっきお話しされたようなことと、まあ、共通するんですけれども、まあ、先ほどその恥ずかしいことはないというかもう表現する上で、まあ、どんなものも表現になってしまうというかということをちょっとおっしゃってたので、で、まあ言えばその、まあ、美術史的なことで言えばその表現主義、印象派であるとかっていうのが出た時はすごい当時では恥ずかしい表現というか、まあ、稚拙な表現だというふうに言われてまあキャンダルになったぐらいなので、まあ、その美術の表現の歴史を見るとこう恥ずかしさをこう連続しているというか、まあ、先ほど今井さんもねおっしゃったように他人とは違うものをやれっていう、その中身っていうのはやっぱり、ね、いろんな新しいこと、まあ、言えば恥ずかしいタブを犯せというか規範を犯せという意味で、あると思うのでそういう規範を外せっていう、まあ、ある意味こうその外せっていうのがなんか表現の作法というかっていうことになってしまっているので、その本当に恥ずかしいことだからその逸脱することが規範になってしまっているっていうのでその規範になってしまっているそのじゃあ逸脱しろと言っていることじゃない恥ずかしさっていうのはじゃあ可能なのかな。だから言えば
そのいろんなことが表現としてやり尽くされているというか、こうどんなものを見ても既視感があるというか、っていった場合にすごく表現として難しいなと、これからの表現、うんうん、だそういう意味で、まあ舞台なんかは、うん、あの他人の真似をするなって言っても、もう他人がいっぱいやりそう、もうやっている作品にしか見えないっていうか、うん、だそういう意味での逸脱っていうの、恥ずかしさでもちょっと変な言い方になっちゃいますけれども、うんうん、どう考えても、どう考えていらっしゃるかな、クラウドに今みたいなそれってどうでしょうね、それ一人一人、まあ、表現の可能性としてどうすればいいのかな、まあ、僕も含めてということではあるんですけれども、その答え、なんか答えられる方言います？やった責任上、ですね、例えが今回あのあんまりエロチックな作品がなかったからエロチックな例えをするわけではないんですが、例えば、ストリッパーのプロのストリッパーのお姉さんも初めての彼氏の前で抜くときは恥ずかしいと思うんですよあのいつも商売で脱いでるからって言って、その時も同じような、気持ちとは違うと思うんですね。で それは多分その、今おっしゃったのはこう割とこの外囲いのこうあるその制度のあり方みたいなものっていうのがあると思うんですけど、実はそういうのってこういくつもこうなんか入れ子になっていて、多分その、その外囲いの制度を例えば、決める自分っていうのがまずあって、でそこのポイントから多分、外れるのか外れないのかみたいなことを多分制作の時は考えてると思うんですけど、それっていうのは、まあ、美術だけじゃなくて多分例えばその自分が男であることだとか、それから、いつもユニクロ着てるって怒られるんですけど、ユニクロを着て、いつもユニクロを着ている自分であることであることだとか、それからもっと言えば日本人であることだとか関西人であることだとかっていうところで、多分何かいつもこうぐる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 自分の中でこう縛りをいくつも持ってるような気がするんですよね、うん、社会的な行為、うん、社会的な、でそのところから多分そのポッとこうなんかこう外れたことを自分がしてしまった時に、なんかこう、あ、これは恥ずかしいことだっていうふうに自分の中にこう返ってくるんじゃないかと。で、あの今回そのすごくその多様な恥ずかしさが出てきたと思うんですけれども、その多様な恥ずかしさでしか結局出てこなかったっていうのは、実はその個人個人が持っているあるその規範っていうものが、そのまあある意味そのあらわになったことのまあ証しなんじゃないかっていうふうに実はポジティブに思っていて、でそこのところが何ていうのかな、そのいわゆるその美術の問題としてはどうなのかはよくわからないです。よくわからないんですけれども、多分その作家が自分の問題として、今どこに立脚点を持ちながら、作ろうとしているのか、表現しようとしているのかっていう時には、多分個々人の作家さん皆さんそれをこう確実にこう認識していると思うんですよ、うん、でそこのところをこう今回こうちょちょっとこうつついて見たというか、まあ、なんか それこそ図らずもつつかれたような気持ちになったんじゃないかなっていうところが、うん、まあ、今回の展覧会の面白さだったんじゃないかなっていうふうに思ってて、そういう意味ではすごすごい分かりにくいマニアックな展覧会だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。でも、私も分かりやすい必要はないと思う彼が言ったのはちょっと違うんじゃないですか、それと。いや、違うというか、つまりその、うん、大枠としてのつまり美術、うんうんの制度じゃなくて、で逆に言えば今回その、今回その恥ずかしく見えないのは、やっぱりこの白い壁にこういう展覧会という形式の中でこうやってかけていくこと自体が一つのもうくくりというか制度じゃないですか。でその中でやっぱりこうあの皆さん作るっていうか、まあ、あの物を作るテクニックとか、まあ、表現するテクニックというのはちゃんともちろんお持ちな方たちの機会なので、それが並んだ時にはやっぱりすごくかっこいいというか、どこも恥ずかしさを感じない。いや、だからもう一つ質問したかったのは、ここ見て何人かいて、じゃあ恥ずかしいもん見ようと思って来た人は何を期待してたっていうのは聞きたいですよね。それ何っていう感じ。期待はしてないと思うけど、具体的には何も期待してないかな。具体的にはまあ思いつきかもしれないけど、美術って一体
体社会にとってどういう役割とどういうことができるのかっていうことを考えた時に、技術って下手したら単なる個人に楽しんで終わってしまうという、そう考えた時に、なんか俺は一体社会に対して何をやってんだろうなっていう、それは技術の精度が少ないとかそういうことじゃなくて、社会と技術のこう関わりっていうか、その時に自分は一体何をやってんだろうっていうことが、なんかこうそれを問われるとはちょっと恥ずかしい、なんか自分の自己満足で終わってしまってる部分って結構あるなっていうのがあったりしますね。で時々近くの、まあ僕マンションに住んでるけど、近くのおじさんとかおばさんに、あなた何やってるのって言われる時があるの、状況なんですかって。ちょっとね、なんか美術家ですっていうのは、なんとなくこう、恥ずかしい。胸が言えないんだよね。いや、でもね、なんかね、それはなんか自分が社会に対して、なんかきっちり作品を作ることが、社会に対して何かこう重要な役割を果たしているっていうことがこう自信持って言えない部分があって、そこじゃないかなと思う。それがなんかある意味でいつもちょっとって言わせてしまってる部分でもあるんだよね。なんかそれがよく考えたら自分が恥ずかしいことなのかなっていう、実は今あった質問聞いてしました。町内会とかやってるとそういう感じになるという、そうそう、美術関係者じゃない人に対して、その、僕はアーティストですみたいな言い方って、今アーティスト言うとね、なんか音楽家とかなんとかっていうふうに言われる感じですけど、そういう問題、美術家であるとかアーティストであることが恥ずかしいことっていうのは、それは日本の問題なんでしょうか。そうかもしれない。そうかもしれない。なんかこう海外では、いや僕はちょっと海外の別に知らないんで、海外、それは海外の聞いた人に言っても、でも海外のアーティストでは我々はないので、基本的にやっぱり日本の現状ではありますよね。それはでも海外のアーティストでもやっぱり恥ずかしいと思うっていうことは言ってる場合はあるので、何も売れるとか売れないとかじゃなくたって、いや売れる売れないじゃなくて、美術っていうものが社会としてどういう役割になっているのかっていうことがはっきりしてないっていうか、それがはっきりしてないから、私もなんだか、そう、ただただ自己満足、隣の奥さんにはちょっと言いにくいですよね、私もね。行って画廊で見回って、正規描いてはるドローイング見せてもらって、あ、そうですかって言ってましたって、隣の奥さんに理事会で言うと、ちょっと何やってんのかなと思われそうなところはないこともない。それはだから考えると恥ずかしいと思う。名刺には平気でアーティストって書けたんですけど、日本から来たら書けなかった。ああ、なるほど。だからやっぱり社会に対してアートの位置づけと全く違うってことを自分自身が本当に感じてたんだなっていうのを改めて。そうですよね。なんか例えば私はアーティストじゃなくてインディペンデントキューレーターという肩書きですけど、これは外国では通じるんですよ。韓国でも当然通じる。で、日本人大体知りませんね、それね。何みたいな。だから、それはある。基本的に全くその辺は何やったのか全然わかりません、隣の人には。で、なんとなく画商さんとかはわかるらしいんだけど、画廊をやってますとか画商さんまではわかるんですよ。だけど普通外国人はみんな分かるっていうのは確かなんだよね。まあ、岡本さんも多分同じような経験をしてると思うんですけど、日本で皆さんこう何やってんのって聞かれてね、アーティストですとか言うと、みたいな、こうちょっとか聞かれて、名刺には英語で書いてますね、私は。恥ずかしいから。でアーティストって何どう食べられへんでしょうって、何してはるんですかみたいな、なんかみんなそんな話になる。そういう話になって、で、山学校で教えてたりデザインしてたりしてますとかって言うと、ああそうなんですかって言って、だいたいそれで話終わっちゃうんですよね。で、海外だとアーティストだって言うと、じゃあ、展覧会に、どういう作品を作ってるのかとか、そこから来ますよね。作ってるのかっていう話にいきなりなんですよね。そこでお前の職業として認められてる。いや、私実際労働っていうか、それは認められてる。労働じゃないっていう。
やでも私実際向こうで学校出たり手話聞いたりして、でその時にアーティストっていうと実はそう日本のようにやはり学校で教えてる、みんなそうですよね、ボイスだってそうだし、みんな実はそのもう一つ違う段階で一般の人にっていうか、まあ特に私はニューヨークにいたので、もうあの乳母のタコの子のようにアーティストのいる街ですし、もうあのずっと自分で何かを作り続けているということで、あとはひょっとしたらあの街もうそれこそ路上で自分のなんかあの作品ではなくて生活用品売ってでもやってる人もいるわけです、うんうんうん、で彼らは自分をアーティストと言うわけです、うんうん、でそれも知っていて、うん、であとそのあそこに大画廊がたくさんありますから、うんうん、そういうところですごいもうネット音もない、うん、それを一般の人はもうただで見に行って面白いって言って、うん、でそれを買ったりそれをどこかに展示するのは別の人っていう世界で、で私たちは見たと思いながら普通の人はこう見てはるわけです。でそこでアーティストっていうと、あ何作ってんのって言って聞いてくれて、で面白いねって言いながら、でもあと他のことはひょっとしたら日本より厳しいから、だから何かしないといけないんだっていうことも分かっていて、でも、うん、まあそこでアーティストって言った人に、まあ、そのやってることの意味を考えてくれる そこの段階までまだいけてないっていうのはあるかなと思います。ただいわゆるアーティストと名乗る人たちが全部が全部その自分の画廊がついていて、どこででもその必ず見に1回見とやってるというのは限らない。で例えばその自分はアーティストだけどでもって言って、そうでいつも何してるのって言ったら、その違うところに、まあ、そのいわゆるニューヨークの市民の人たちが普通の画廊とかでやっているので、もしくは美術館グケハムのとこでもいいです、でやって、ああの人って分かる人のアシスタントっていう人も山のようにいる世界でしょ、っていうか別に超有名なアーティストだって大学の先生がしてるわけだし、だからそれでしたい人もあるし、もう学校の先生みたいな僕の時間がなくなるから嫌だっていう、そうね、そんな日本人も同じでしょ、だからそういうのをあるって知ってて一応、うん、あそうって言ってくれるとくると、うんうん、日本はちょっと違いますね、うん、そこまであのまだ残念ながらその認識が及ばないかっていう、その差だと思って現状はとても似ていると思う、現状は一緒だと思うんですけど、ね、うん、作るっていう意味ではね、そうですね、それでそのアーティストの中に、例えば日本の今のなんかマスコミのせいですけど、アーティストって言うと歌歌うんかっていう、その最近アーティストは音楽家になってしまっているけども、でもその大きな枠の中ではアーティストの中にあのビジュアルなアーティストなのか、それともその音なの、何やってるの、舞台なの、何なの、パフォーマーなの、それともクリエイターなのっていう、その細かい住み分けを少し普通の人が認識できるか、まあ、してくれるかな、まあ、普通っていう言い方も言葉が悪いんですけども、普通のこ の, あの毎日日々そのお勤めをする中で自分の仕事っていう、そのいわゆるこうあのオキュペーションって書かれたところに、うんうん、あのどこやら会社って書くのか、うん、そこにアーティストって書くのかを同じだと認めてくれるか、うんうん、認めてくれないか、なんかそのなんか違いかなと思うので、うん、そんで、まあ、例えばヨーロッパで女性がある国があったりなかったり、うん、まあ、もっとだからある意味こうマネーマーケティング的になっているところはもっと厳しいっていう、まあ、そうですね、だって結局助成金が出るってことはそれだけ囲われるわけだから、そうです、だからそれは自由度が減るし、ね、紐がつくから絶対嫌っていう人もあれば、うん、それはあると思います。そのアリストって書いた時に、もしくは美術家って言った時に、隣のおじさんが絵描いてはるんや面白いねって言ってもらえるのか、うん、何作ったはんねやろっていう、そのすごい感じ、まあ私もよく言われますけどね、隣の奥さんに時給もらわれない仕事はやりたくないって言われて私はクリーニング屋でバイトしてるけど、あなたはそんな時給ももらわない、よくやってはりますよね、うんうんうん、つまりその道楽っていう感覚なんですね、日本人のアーティストとか美術って、まあ道楽っちゃ道楽なんだけど、まあ、あるなんかのこうラインから外れた人みたいな、いやの世界では、ああそれは面白いねって言って、それにこうなんか興味を示してくれる人たちっていうのがあるのかな、うん、まあそれはでもどこの国でも結果としては一緒かな、層が厚いか厚くないかっていうのは当然あると思うけど、だからまあその違いというのもあって、じゃあアーティストであることが恥ずかしかったんでしょうかね、我々はっていう、美術をやってる、まずあの
芸大美大に入った時に近所の人にどこの大学行ったんって言われた時に、あの芸術大学って言うじゃないですか。なら、え、絵描いてんの？いや、描いてない。なら、石彫ってんの？いや、彫ってない。さあ、その他のジャンルをどう説明するかっていうので多分かなりあたふたすると思うんですよ。でも、もともとやっぱそういうふうな認識のまま、うん、未だに多分そうなんだと思います。だから僕、まあ、普段は大学で教えてるんですけど、うんうん、じゃあ、あの、教えてんの？いや、あの、まあ、絵か情報かっていうところがきますよね。で、それ以外のものってかなりやっぱりこう説明っていうのはなかなか、ね、不可能ね、難しくて、それがデザイン科でやってもなんです。うんうんうん、もう一点付け加えて、どこの国っても多分あの税関取るときはアーティストって書くとだいぶ大きなクエスチョンマークをカスタム、あの通関するところの実際に与える可能性があるかもしれませんね。うんうん、学校の先生って書いてるのが便利やね。それはそうですよね。何かありますか？まあ、あの単に昔税関通るのに、僕大体いつも税関大変なんですけど、わけのわかんないのたくさん持っていくんで、ミラーボールとか使わない。で、大抵まあ税関みんなこう、その飛行機の乗ってた人みんなこういなくなっちゃって、最後税関がダー集まってきて、ずっとずっとに恥ずかしいかもしれない。説明させられて、で最後ユアホビー、それで終わりですから、はい、それでそうだって言ったら納得して通してもらえるっていう、だから海外に行っても似たようなもんかもしれんっていう、ね、いう経験はしてますね、しょっちゅう、うん、だから日本が良くて悪くて海外がいいってわけでもないと思うし、これはどうもそういう気がしますよね。ただまあちょっと層が厚いっていう、うんうんうん、まあというようなことで、美術家であったり美術をこんなところでやって、こんなところに暇にもみんな集まってもらってですね、皆さんにこれを喋ってる我々が一番恥ずかしかったっていうことになるんですかね。落ちですか？落ち。でもまあ、 あのそんなこと言ってる場合じゃなくて、その5年後10年後のスパンで皆さんでもう一回これをこう考えてもらって、分かった、やってもらうっていうのが残しとかないといけない。そうですね、一回やったからって分かんないような気がするんですよね、この恥ずかしさ加減っていうのが。まあね、さっき金田さんにあった話の続きになりますけれども、僕はあの表現者には常に恥ずかしさを持ってるもんやと思う。そうでしょうね、うん、だからそういうもんがなくなった時にもうなんか逆にそれ気持ち悪いなっていう感じするね、うんうん、恥ずかしさなくなったら政治家になったらいいと。、うん、だって政治プロジェクトみたいな人やはりますもんね。いますもんね、で、平気でまあ気の入れたひるがえすわけですからね、うん、そうですね、ということでオチがついたんで、じゃあ5年後楽しみにして、でその前にちょっとだけ楽しみの金沢さんのクラドルム漬けもう一回だけあの見てない方がいらっしゃる。見てないです。これ結構恥ずかしい。別の会社でやらされてる。別の会社かってこの間言って、この間テレビに出る機会があって、芸術家、今度は、ね、そこでサウンドアーティストって、あのサウンドアーティストだったんですよ、音をやってるから。あ、分かった。砂のサウンドって。すごいですね。砂の芸術家。でもそれ本邦初じゃ、あ、でもいるか。サウンドアーティスト。サウンド。サウンドじゃない。サンド、海でなんか砂つく白さあるのもサンドアーティストですね。あとチベット密教があれもサンドアーティストかもしれないですね。マンダラ作るのも砂だから、うん、
でもまあ一応あのじゃあ美術という制度の中に恥ずかしいというものを持ち込んだのか初めてあったのかというのは非常に難しい問題なんで、この後も期待しております。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。